2010年のフランスグランプリは、ロードレース世界選手権の2010年シーズン第3戦として、5月21日から23日まで、フランスのルマンにある、ブガッティサーキットで開催された。125cc クラス予選では、ニコラス・テロルが、自身初のポールポジションを獲得した。2番グリッドに、前線の勝者、ポルエス・スパルガロ、続いて3番手には、 ドイツのサンドロ・コルテセが入り、開幕戦から続いていた、スペイン勢のフロントロード苦戦を阻止した。決勝レースは、前戦と同様に、テロルとエスパルガロが3番手以下を大きく離して、マッチレースを展開した。ソフトタイヤのテロルに対し、ハードタイヤを選択していたエスパルガロは、終盤に速さを見せて2連勝を遂げた。これで、 ポイントリーダーのテロールとエスパルガロの差はわずか2ポイントとなった。元にクラスでは、テック3チームの高橋勇希が初日から好タイムを出していたが、予選では、その高橋のスリープストリームを利用した30歳のルーキー、ケニーの S が初のポールポジションを獲得した。中排気量クラスでアメリカ人ライダーがポールを獲得するのは、 1990年のオーストラリア GP250cc クラスでのジョン・コシンスキー以来のことだった。2番手に高橋、3番手にアレックス・デボン、4番手に地元ジュール・クルーセルと続いた。ポイントリーダーの富澤康成はトップから0.561秒差のタイムで15番グリッドからのスタートとなった。日曜の決勝レースは序盤から波乱の展開となった。 ホールショットを奪ったデボンがジャンプスタートでライドスルーペナルティを受けてトップ争いから脱落5周目にはのエスト高橋が7周目にはクルーセルが点灯を喫してフロントローゼが壊滅状態となった富沢も6周目にラファエレでロサの点灯に巻き込まれてコースアウトを喫し会に沈みその後8周目にはマティア・パシーニを巻き込んで点灯リタイアとなった そんな中で前線の勝者とニエリアスが安定してトップをキープし2連勝を遂げた。これでエリアスは富沢に18ポイント差をつけてランキング首位の座についた。2位には今回からシャシーをスッター性に変更したフリアンシモンが入った。モートジッピークラスではトレーニング中に鎖骨を骨折し手術後の痛みが残ったまま今回のグランプリに 望んでいたアルバロ・バウティスタが土曜日朝のフリー走行でハイサイドを起こして転倒。さらに痛みがひどくなったため以降のセッションを欠場することになった。予選ではバレンティーノ・ロッシュがシーズン初のポールポジションを獲得、前線の勝者ホル・ヘロ・レンソが2番手となり、フィアット・ヤマハチームが速さを見せた。日曜日の決勝ではポールから ホールショットを奪ったロッシが先頭をキープしていたが、12周目に、ロレンソが、ロッシのオーバーテイクに成功。最終的には、独走状態に持ち込み、自身クラス初となる2連勝を遂げた。ロッシに続く3番手には、レプソル・ホンダのダニ・ペドロサがつけていたが、ファイナルラップに、チームメイトのアンドレア・ドビツヨーゾが、逆転で、表彰台を獲得した。ペドロサはその後、 ドゥカティマルボロのニッキー・ヘイデンにも抜かれて5位に終わった。ヘイデンのチームメイトのケイシー・ストーナーはシーズン2度目となる転倒リタイヤを喫し、チャンピオンシップで大きく遅れを取った。ありがとうございます。